はい、皆さんこんにちは。 VTV のお時間です。V ポンの篠原でございます。昨年 V ポン、ミーデータパケットプレイス、グローバルデータパケットプレイスをリリースさせていただきまして、まあ、当然そのデータ流通ということでデータが買えます、データが売れますというところなんですけれども、まあ、なかなかそれだけだとデータ流通が推進されていかないというところがありますので、我々としてはデータがしっかりと見れますと、BI ツールを通してデータが分析できるツールを含めて、このデータマーケットプレイスという概念に落とし込んでおります。まあ、データ活用の方はとてもたくさんあると思うんですけども、使い方がわからないとか、データが分散している、そして体験的にしかないというところに対して B として解決できること、データが見える、データが活用できる、データが収益化できるということで B をプロモーションしていきたいと思います。今回の VTV テーマですね、データ規制プライバシー保護世界の潮流ということで、ゲストをお招きしております。アンダーソン・モーリー友綱法律事務所パートナー弁護士でいらっしゃる樋口渉さんです。樋口さん、よろしくお願いいたします。アンダーソン・モーリー友綱法律事務所の樋口と申します。今日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。リリースの時にもコメントを寄せいただいて本当にありがとうございました。とんでもないです。結構やはりデータマーケットプレイスってなかなかこう概念としてまだまだ世界になかったりするところでリリースをしているので、データを流通して本当に大丈夫なのかどうかとか、そういう懸念の声も結構マーケットからいただいていて、やはりその弁護士の方々で日々そのデータ流通のところでケースに当たられている樋口先生みたいな方からコメントをいただけると非常に我々としても心強くですね、ありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございます。はい、今日のテーマですね、データ規制プライバシー保護世界の潮流ということで、ちょっといろいろとお話をお伺いしたいんですけれども、まあ、全体ちょっと私の方で、ここ数年のデータ取得規制だったりとかプライバシー保護規則、まあ、いろいろルールがこう制定されていっていると思うんですけれども、まあ、ちょっとそこをちょっとまとめてみています。まあ、これだけではないと思いますし、抜け漏れ当然あると思うんですが、まあ、主なところとしてやはりこう2016年からぐらいからですね、いろんな事件、それから、Facebook を使った世論操作みたいなことがあったりして、で当然その Google、Apple のクッキー広告 ID 取得利用制限みたいなこともあり、まあ、こういうタイムラインで、各国さまざまなデータに関する、そしてプライバシー保護に関するルールが制定されていると。遡れば当然その GDPR の前身としての EU データ保護指令とかあったりするんですが、やはり一番最近、ここ最近で大きなトピックとしては GDPR が大々的に制定されてから、その他の国のデータ規制というところも進んでいっているのかなという印象を受けています。で当然今日お話しいただくところでもあると思うんですが、中国においては、もともとあった中国のインターネット安全法というところに加えて、データ安全法、それから個人情報保護法というものが去年制定されているので、これもってデータ三法ということで、かなり、強力な取り締まりが行われているという状況かと思います。それから日本に関しては、改正個人情報保護法が、今年の4月に施行されるというのもあるんですが、今日のテーマとしては日本以外の世界の潮流ということで、アメリカのこれらのところを含めてちょっとお話を、させていただければなというふうに思っております。この辺まず全体感として流れとしては樋口先生どういうふうに見られていらっしゃいますか？やっぱり一番大きかったのは2018年に施行された GDPR のところが大きかったのかなと思います。で、それもやっぱりそこが一つの、グローバルスタンダードというか、一つの目線になってきていて、で当然そのカリフォルニアの CCPA も、GDPR は見てますし、さらに言うと日本の個人情報保護法の改正も、GDPR を意識した部分っていうのは結構あったりするんですね。なのでこの GDPR からこの2018年から続くこの流れですね、で最終的に今この図でお示しいただいている最後の US のコプラですね、COPRA、この辺までこう
一連の流れと、この、GDPR、それから USCCPA、それから日本の改正個人情報保護法、US のコプラ、このあたりはこう一連の流れというふうな形で見てみるというのが、まあ、正しいのかなというふうには思います。で、まあ、中国の場合はまたちょっと別というか、まあちょっといろいろと、まあ、いろんなこう具体的に、まあ、具体的な米国関係の、上場関係というのは、まあ、インシデントというか、まあ、案件があったところがあったので、まあ、データ安全法、それから個人情報法というのが、まあ、急遽2020年に施行されたという流れになって、少しここは別系統の流れなのかなとは思います。はい。とうございます。ちょっとここに書かせていただいている通り、例えば米国の大統領選挙とか、まあ、英国のブレグジットとかですね、Facebook を使った、まあ、そういった世論操作みたいなのがあったりとか、で、まあ、ケンブリッジ・アナリティカ事件とか、で、これ結構大きな話題になったと思うんですけど、まあ、改めて調べると、まあ、データマイニングとデータ分析を手法とする選挙コンサルティング会社であるケンブリッジ・アナリティカ社が膨大な Facebook 上の個人プロフィールを取得し、ブレグジットやドナルド・トランプを支持する政治広告に利用していたとされる事件と。おそらくこれだけじゃないんですけど、このあたりがやはり大きな、まあ、世間を騒がせるニュースとなって、そこから、まあ、各国、まあ、急いで、そういうその法整備に走っているというところもありそうですよね。そうですね。やっぱり具体的な事件がいくつかあってから法制化に動くと、で、その中でやはり GDPR が先行していて、それを見ながら各国動いているというような、まあ、大きな流れはあると言っていいのかなと思います。ですね。この中で、まあ、特に GDPR とか中国データ三法とかだと思うんですが、まあ、樋口先生の方で、まあ、今、普段業務に当たられていて、実際にこう出てきているケースで、まあ、対応状況だったりとか、まあ、なんかいくつかその、まあ、事例といいますか、お聞かせいただける範囲であれば、ぜひ共有いただきたいんですけど、いかがですか？はい、一番、まあ、最初に、まあ、ホットな一周という意味でいくと、まあ、中国関連かなと思います。で、中国関連はご存知の通り、まあ、その2021年に、それまでもネットワークセキュリティ法というものがあったりとかしてですね、まあ、何もなかったわけではないんですけど、まあ、特にこの2021年の、9月に、データセキュリティ法、データ安全法ですね、それから2021年の11月1日から個人情報保護法施行ということになりまして、もうこの本当にこの2ヶ月ぐらい、2ヶ月というか、この秋ぐらいからですね、急遽ドドンとこう、しかもちょっとこう、あまり期間なくですね、公表から施行まであまりこう時間もなく、短い期間で施行されたというのもあってですね、まあ、どうするかというのは結構こう、まあ、実務的なイシューとしては、現在も継続してまあございます。なので、まあ、このあたりを、特に中国でビジネスを展開されているか企業さん、それから特にその中国でまあ情報を取得する可能性のあるまあ企業さんですね、日本企業を含めてですね、はこのあたりのところは今、結構こう集中的に見ているというところにはなります。で、まあ、いくつかポイントはあるんですけど、まあ、一つ、まあ、特にこの中国に関連する法令の、ポイントとしては、情報のまあ持ち出しのところですね、ここがまあかなり強く規制されているというところがありまして、要は中国国内でデータを保管しているだけであれば、まあかからない規制もあるんですけど、その越境移転ですね、データを越境移転して日本に持ってくる、日本の本社に持ってくる、あるいは別の外国の本社に持ってくるっていったところに、まあ、ネットワークセキュリティ法のまあ要件がかかると、データ安全法、あるいはネットワークセキュリティ法でまあ一定の要件がかかってくるというところになるので、まあ、そのあたりを注意する、要は基本的に国内に、中国国内でのサーバーで保管するとかですね、まあ、そのあたりのこう体制整備といったあたりのアドバイスっていうのが、まあ、今、比較的多くあるかなと思ってます。はい。なるほどですね。いわゆるデータの域外持ち出しですよね。そうですね。はい。機械、まあ、ちょっと整理していかないといけないのかなというか、そのデータビジネスをやってらっしゃるプレイヤーさんも、いろいろお日々考えてらっしゃると思うんですけども、例えば、域内にあるデータを域外に持ち出す、これは今おっしゃったように引っかかってくるというところだと思うんですけども、中国人のデータを域外で収集した場合って、これはどういう判断になりそうですか？基本的にその中国国内で取得しているわけでなければ、要は日本で取得しているのであれば、そこは域外、そもそも適用外だという整理は、それは可能だと思うんですけどね。はい。
なるほど。そうですかね。我々もやはり普段、位置情報を、結構メインに扱っているところもあり、最近はその中国のデータを、ライセンスするというところはかなり少なくなってはいるんですけども、ただリクエストとしては、あるのはあって、特にここ最近の中国のデータ三法の制定等で、どう判断すべきかっていうのは、我々も非常に悩ましいところがあって、で、デマンドのそのお客様側もなかなか判断がつかない。で、さらに、日本の弁護士の先生に聞いても判断が揺れるというか、固まった判断ができないみたいなケースもあったりする中では、非常に難しい局面しているなというのは感じますね。おっしゃる通りで、ここは中国の弁護士と結構議論したりするんですけど、国の特性というのもちょっとあると思いますが、なかなかあと改正されて日がないというところもあるので、実務がまだ固まりきっているわけではないと。なので、先ほどのご質問も含めて、なかなかちょっとその現時点でクリアカットの回答をするというのが難しい場面というのは結構あるというところで、そこが一番実は苦労しているところではあって、そうですよなね。ので、正確にどこまでやればいいか、やればいい、OK かというところまではなかなかクリアには言えないんですけど、ただとはいえ何もしないということには当然いけないわけなので、どこまで現状やるべきかってあたりを結構膝詰めで、中国の弁護士も含めて膝詰めで議論していくという作業が結構今、必要になってくる、なっているところではあるかなと思ってます。その中でビジネスは日々動いていて、どこかで経営判断をしていく必要があって、おそらく大丈夫だろうけど、でも難しい判断になる可能性もあるみたいな時に、経営視点としてはどういう判断を心がければ良さそうですか、樋口先生としては。要件次第ではあって、確実にアウトなことと、そうじゃないことと、OK なことと、要は白、黒、グレーっていうところがあると思うので、まずはその判断のその程度を確かめるっていうかですね、グレーなのか、白なのか黒なのか、そこは当然理解しておかなければいけない部分ではあって、で、グレーの中でもできる限り白に持っていくためにはどうすればいいかっていう視点があると思うんですね。なので、例えば先ほどの越境移転のところですね、国外の持ち出しっていうところに関して言うと、できる限りその中国国内に留めるとかですね、あるいはその国外に出すときには、リスク評価をしなくちゃいけないっていうのが、中国の、法律の、規定なんですけれども、そのリスク評価をしっかりすることによって、きちんと手続きを踏むようにするとかですね、そういったそのいろんな対応の仕方があると思うので、まずはそこの分析をするっていうところが一番重要なのかなと。で、それに応じて、経営判断として、どこまでやるかというところを、ご検討いただく、コストの見合いも含めてですね、どこまでやるかというところをご検討いただくということになるのかなと思います。はい。ありがとうございます。実際に携わってらっしゃるケースの中で、ちょっともう判断つかないから、もう今回の取引をやめようというふうに至っているケースもやっぱたくさんありそうなんですけど、その辺どう見られてますか？どうでしょう、ちょっとそこまでやめようって話までは、ちょっとすみません、私のところでは、そうですか。明確にはないですなるけほど。ど、ただ、やっぱりGDPR の時も実は同じような議論はちょっとあったですよね。特にそのクッキー情報、GDPR の、今ちょっと中国の話ばっかりしましたけど、別にこれは中国に限る話では当然なくて、で、CCPA もそうですし、GDPR もそうなんですけど、特にやっぱりクッキー情報だったりっていうところの規制が強まるっていうところで、じゃあそもそもそういった情報を取り扱わないようにしようか、みたいな動きは一時期ちょっとあったというのはありましたね。ただ、完全にやめるというよりかは、それに対応した方法を探ると、要はクッキー情報であれば同意を取る方向で整備すると、で、そういう方向でビジネスをされた方の、企業の方が多いのかなというような印象はありますけどね。はい。ありがとうございます。ちょっと最後の方で、GDPR の話も出たと思うんですが、こっちの方での、事例といいますか、参考になりそうな、ケースってございますか？GDPR は、今はもうだいぶ実務的には落ち着いてきたのかなという印象ですけれども、その2018年、19年あたりはいろいろ、
そうですね、2020年ぐらいまでですね、いろいろと、議論はあったかなと思います。で、一番大きかったのは、個人的に一番相談を受けたのは、クッキー情報、先ほど申し上げたクッキー情報のところだったりっていうところですね。要は日本の、少なくとも当時のですね、当時のとか、現在もですけど、個人情報保護法では、個人情報とは、されない部分、されないものですね、に関して GDPR、あるいは CCPA で規制されるというところになると、そこは追加、日本企業としては追加の対応を求められるということになるので、そこをどうしましょうかっていうご相談は非常に多かったところではあります。で、クッキー情報に関して言うと、もうこれはもう同意を取るという方向で、先ほど申し上げた通りやってるところがほとんどなのかなと思うんですけど、もう一つのアイデアとして、そのクッキー情報を取らずに別の手段で情報、別の形で情報を取ると、匿名化した情報を取得することによって、その規制を回避するというような方向性を模索していた会社さんもあったというふうには聞いてますので、その辺のストラトジーをどうするかというところなのかなというふうに思います。だいぶその GDPR 施行された時から、2年3年経つ中で、ちょっと落ち着いてきているところはありますよね。結構大企業、日本の大企業 の半数ぐらいなのかな、なんかでちょっと見たんですけど、それくらいはもう基本的な GDPR 対応は終わっていてという話もちょっと見たので、だいぶ進んできてはいるのかなという印象は受けてますね。そうですね、一時期に比べるともうだいぶ落ち着いたのかなというふうに思います、データを基盤としたその社会の成り立ちっていうものはもう止まらないだろうなと思ってまして、安心安全にこうデータが流通する世界を Way というマーケットプレイス、データマーケットプレイスで構築していきたいと思ってまして、これがなんかその日本ドメスティックな域内の日本だけのデータの流通であれば、割とこううまくやっていけそうなイメージがあるんですけれども、これグローバルで域内域外関係なくクロスボーダーでデータが行き来するっていう、もともとそういうところに非常にリスクがあって、勝手にその知らない誰かにデータが使われているリスクがあるというところから、今回というか、昨今のデータ規制の波が来ていると思うんですけども、ただ社会をより良くしていく上では、でもう全てがそのインターネットにつながっていく中では、やはりデータを活用した社会の枠組みというものは同時並行して作っていかなければいけないと思っている中で、その中でその Wii はどうポジショニングしていくべきかということを今模索しているんですけども、なんかその で樋口さんには、樋口先生には我々の案件も扱っていただいてるじゃないですか。で、我々以外にもこうデータビジネス、データの流通をこうしてマネタイズしたいとか、データを活用して、マーケティングしていきたいとかいうプレイヤーさんたくさんいらっしゃると思うんですが、なんか今後そのどういうところに特に気をつけてビジネスをしていくことが求められそうですかね。非常にいい質問だと、ご質問だと思うんですよね。で、おっしゃる通り、昔と違って国境がある意味ないというか、マーケティング自体も全世界を対象にしようと思えばできるわけでして、その中でどういった形でデータを管理していく、そしてそれをこう法令遵守していくかというのは非常に大きな課題、重要な課題になっているのかなというふうに認識しています。で、ちょっと問題を分析する視点だけちょっとここで申し上げさせていただくと、大きく分けて3つの視点で分析をするとよろしいのかなというふうに思ってます。1つは取得の場面ですね。データをどこで取得するか、どう取得するかという取得の場面ですね。これが1つ目の問題としてありますと。で、2つ目の問題として保管の問題がありまして、どこでどう保管するか、これが2つ目の問題で、で3つ目が利用の問題、移転の問題も含めてですね、取得したデータをどう使っていくのか、誰に提供するのか、その3つの視点があると思いますので、でその3つの視点の中でそれぞれどこの国が関わってくるかっていうところをきちんと特定をして、でその国の、法令に従うということになるんですね。なのでそこの分析をきちんとするっていうのが重要でして、で、それを踏まえた上でどこにこうし、その例えばその取得の対象をどこにするか、あるいは保管をどこでするか、で利用の提供の、そうですね、要はグループ間で、提供する、グループ間で情報共有って当然あると思うんですけど、それを法律の分析を踏まえて、
分析、あの共有はここまでにしておくとかですね、まあ、そういったこと対応も必要になってくると思いますので、まあ、それを踏まえてその3つの視点でどうするかというのを経営判断として考えるというところがまあ重要なのかなというふうに思います。すみません、ちょっとざっくりした話ではあるんですけれども、はい、いや非常に参考になります。なんかシンプルですけども、これが全てですもんね。この取得するところ、保管する、そして利用する、そしてその利用方法ですよね。この3つにブレイクダウンして、それぞれ対応に当たるということですよね。そうですね。なので最初にまあどこの国の法令が関係するのかというところも、まあ実は最初のまあ入り口のまあ問題としてはあると思いますけれども。そうですね、そこは非常に難しいところで、このケースって果たして日本の個人情報保護法に沿ってればいいものなのか、その域外だから、クロスボーダーなんで、例えば台湾のデータを日本のその企業さんとかに提供する場合に、で果たしてその現地の台湾の個人情報保護法に当たるもの、これに沿わなくていいのかとか、ケアしなくていいのか、このあたりは結構皆さん悩んでらっしゃると思うんですよね。おっしゃる通りです。で、難しいのが、厳密な基準が必ずしもないケースが結構あるという、ね、日本の個人情報保護法に関しても、はい、まあ、なかなかクリアカットな結論が出にくい部分って実はまだ残されているので、まあ、そういったところを、まあ、特にケアする必要があるのかなと思います。はい、ですよね。ありがとうございます。この、まあ、取得保管利用というところで、結構その、まあ、流行り言葉でデータ保護責任者というか、何でしたっけ、 DPO ですよね、を設置される企業さんも増えていて、まあ、この流れは結構止まらないですよね。まあ当然そうだと思いますね。やっぱり誰が管理するかという管理責任を含めてきちんと、まあ、するというのは当然必要ですし、はい、そこは今後もそういう流れになっていくんだろうと思います。はい、加えてあとは樋口、まあ、先生のような、まあ、そういったケースに日々当たられていらっしゃる弁護士の方々と、まあ、タッグを組んで、まあ、一件一件ケアしていくという姿勢が求められますよね。そうですね。まあ、インシデントが起きたら当然ご相談いただくというのはあるんですけど、まあ、その前の段階で実際、まあ、その問題が起きないようにする、あるいは問題が起きたときにどう対応するかというところあたりの、まあ、戦略というか考え方というのを整理するということは結構多くやってますし、まあ、それはあってしかるべきなのかなと思います。そういうケース、そういうそのご相談もかなり増えてらっしゃるということですよね。そうですね。非常に、特にこの1、2年増えてますね。はい。わかりました。ちょっとお時間もあれなんですが、最後に、まあ、今十分アドバイスいただいたところではあるんですけども、まあ、日々そのデータビジネスとか、まあ、これからデータを使った産業にこう参入されたい方とか、非常にこうデータを多く持っていて、どうマネタイズしていいかわからないような方々と、まあ、この WE、グローバルデータマーケットプレイスをお付き合いしていくんですが、まあ、そういった方々に対してのアドバイスといいますか、メッセージといいますか、まあ、こういうケースの場合はご相談くださいみたいなことでもいいんですか。はいはい、何か、はい、ぜひ。ありがとうございます。少し難しい部分があって、他の法律と違って、難しい部分が2つあってですね、この分野はですね、何が難しいかというとですね、まあ、1つはですね、法令が日々変わっていくっていうところがあって、法令が多岐に及びかつ日々変わっていくという申し上げた方がよろしいのかもしれないんですけど、必ずしも日本の法令に限らず、各国の法令が絡む中で、かなりこう改正が多いと、日本の法律もそうですし、海外の法律もですね、まあ、中国なんかも典型的にもうパッと作っちゃいましたから、まあ、そういった意味でこう時代の流れが早いというか、まあ、そこがまあ一つ難しいところかなと思います。でもう一つの難しさが、やっぱビジネス自体の、まあ、難しさというか、まあ、そこも難しさというかですね、まあ、流れが早いということですね。時代の流れが早いと、なのでちょっと前まではスタンダードだった技術が今はスタンダードになくなった新しい技術を使っていかなければいけないみたいなことがよく起こるわけですよね。なのでそういった時に、まあ、要は事実レベルでどういったことをすればいいかというところも結構こう変わっていくと。なので昔はこれをすればよかったけれども、今はこういう技術もあるのでこっちを使ったらうまくいきますよみたいなこともあり得るんですよね。なのでその2つの点で普通の法律と違ってやや難しい部分というのは正直あるかなと思っています。なのでもちろんその専門家にご相談いただくというところは当然重要だと思うんですが、2つ目のポイントですね。1つ目のポイントは
専門家にご相談いただくというのが一番早いんですけども、2つ目のポイントのところに関して言うと、今事実レベルで会社として現状何をどこまでやってるかというところをきちんと整理をしておくというところは重要なのかなというふうに思います。それによって結論も変わってくることになりますので、はい、他社動向も含めてその技術的にどうしているかというところを、アンテナを張っていただくというところは非常に重要なポイントなのかなというふうに思っています、はい、なるほどですね。ありがとうございます。2つ目のポイントの相談、1つ目のポイント、相談するというところは非常に簡単で、どうですかこれって言えちゃうんですけども、2つ目のポイントのどこまで自社として整理できているかというところは非常に重要なポイントで、我々のようなデジタルとデータをソリューションとしている会社でさえも、その社内の整理状況でいうと、これでよかったんだっけということもたくさんありますし、法律面、法的なその整理解釈というところは、なかなか後回しになってしまうというか、というところもあって、社内にその弁護士も採用しているんですね。で、あともう1人、2人採用していく予定もあるんですけども、そういう社内のしっかりとした体制整備があって、さらに判断がつかないことに対して、樋口先生のようなところもご相談差し上げていくっていうのが、ベストケース、ベストシナリオなのかなというふうには、今思ってますね。なかなかどこの会社さんでもできることではないんですけども、特にクロスボーダーで、判断が、つきそうでつかないような案件、ケースを取り扱っていく企業さん、データ会社さんなんかは、特にそういうことが必要なのかなというふうに、最近非常に感じてますね。はい、やはりそのどんなデータを扱っていて、どのように扱っていて、どのように利用しているかって、もう本当に具体的なところっていうのは、なかなか外部の弁護士には分からないところではあるので、そこを内部で、一旦きちんと把握されている方がいらっしゃるというのは、非常に大きな強みになるんじゃないかなと思います。分かりました。ありがとうございます。ちょっとお時間もありましたので、この辺とさせていただきたいんですけれども、本当に今日はありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございました。はい、改めまして、樋口先生にお越しいただきました。法律的なところは、今回に限らず、KTY の山口先生もそうなんですけれども、またぜひちょっと機会があればですね、違ったそのケース含めて共有いただける機会がございました。ぜひよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。